この子といるだけで僕の心が晴れますね。島で特に乗ってるんですけど、細い道を爆走してます。夜のシーちゃんと歩いてるんですけど、こんな感じですね。ここが町の中心地ですね。夜の布団もめちゃめちゃ雰囲気がありますね。おはようございます。2日目の朝なんですけど、しーちゃんとやっぱり景色がめちゃめちゃいいですね。この道もすごい雰囲気いいんですけど、ここも海がガーンと見えてますね。そして横には結構お寺もあったりしますね。この島、お寺が多いですね。後でちょっと行ってみたいですね。そして、やっぱりもんちゃん今日もめちゃめちゃ可愛いですね。服とかも、すごい可愛いです。今日、髪型も可愛くしてくれて、可愛いメイクもしてくれてますね。さあ、おしーちゃんとどうなっていくでしょうか。いや、それにしてもしーちゃんとは歩いてるだけですごい楽しいですね。そしてホテルとかも多くて、ホテルの隙間からも雰囲気の音楽が流れてます。シーちゃんとすごい街並みもカラフルですね。この正面の家も柵がすごいカラフルで、またこの音楽がエモいですね。時代いつですかって感じですね。2024年、こんな幸せな場所があっていいんでしょうか。美女と幻想的な音楽の中というか、明治って感じじゃないですかね。もう100年ぐらい前の風景を見ているような気がします。やっぱり島だけあって、起伏も激しいですし、道が細いですね。そしてポンちゃん、こんなのをもらってます。島の地図ですね。バイクのセール、コウ君か、ポンちゃん、コウ君かバイクのセールスのおばちゃんから地図をもらってました、ね。いろんな営業方法がありますね。コウ君か、今こちらで綺麗なお姉さんが何か買ってかないと押してましたね。あ、バイクのレンタルですね。ちょっと借りれたらいいですね。はい、ということで昼ご飯なんですけど、こういうとこで食べてますね。路面のお店なんですけど、今日はお昼ご飯、ポンちゃん麺ですね。ヌードルを食べてます。何チュアライカグイテア、OK、 今ポンちゃん、クイテアというのも言ってたんですけど、多分クイテアにもいろいろあるんだと思います。こんな感じですね。米の麺、さっぱりしてて消化にいい感じです。そしてその店によってこういう肉団子だったりクリスピーなのだったりパンなどもやってます。そしてポンちゃん、どこからしめてます、ジンガ、何ジンガ。そしてさすがです、唐辛子激追加です。これ見えますか、山です、山を追加してます。あ、OK、ヌン、ポンちゃんから肉団子好き、そうですね、激アツだったんですけど、もうちょっと肉団子の味しませんね。口の中の皮膚がちょっと溶けてて味がしないんですけど、そしてシュガーオーディー、そして大量のシュガーをぶっ込みます。でこんな風に味を整えていきます。それではちょっと麺の味、ポンちゃんに聞いていきましょう。美味しくないところは美味しくないと言ってるんですが、さすがにこんだけ自分色に染めたクイッケオなら美味しいみたいですね。ということで今レンタルバイクを借りましたね。こういう港で借りれるんですけど、1泊300バーツぐらいですね。1日で300バーツなので、まあ少し高いといえば高いけど全然いい料金だと思います。それでは今バイクでいろいろ回っていきたいと思います。はい、ไม่ได้ทำนานลืม
ということでコーンちゃんの運転喧嘩で始まっていますもう初めアクセルを握ってるだけで大笑いしてるので恐怖でしたね。今から何が起こるのかという感じですが、順調に進んでいってます。やっぱりコーンちゃん大変なんやってバイク上手いですね。キューティーなバイクドライブ。はい、そして街の中心に来ています。はい、いやな、街の中心でもだいぶ運転しやすそうですね。車もないというか、ほとんどバイクですね。運転し始めてまだ1分ぐらいなんですけど、もうポンちゃん完全に慣れましたね。運転冬眠とかしてます。人を抜いたりしてますね。それにしてもおじいちゃんとやっぱりめちゃめちゃ雰囲気いいですね。この家なんかもめちゃめちゃカラフルです。ドライブで走ってるだけですごい楽しいです。そしてこっちには海が見えていますね。島に来たという感じです。大きいタンカーとかいっぱい浮かんでます。そして今僕たちビーチに向かってます。ビーチに向かう島への、もう島の端に向かう道なんですけど、ぽんちゃん帰ってき、ぽんちゃん帰ってき、来たんですけど、うん、スワイスワイ、ジンジン、この子がスワイと綺麗と言ったんですけど、マジ綺麗ですね。と言ってもやっぱり日本の人の言う海の綺麗さではないかもしれません。海に来ているというだけで綺麗という感じなんですけど、水質はそこまでですね。でもやっぱりいいですね。島に来ているという感じです。そして、男ではなく女の子にバイクで運転してもらって、こんな風に島を巡るのもやっぱりすごい楽しいですね。この子水着も持ってきてくれてるんですが、やっぱり水着がなくても、この子ショートパンツだけでめちゃめちゃ可愛いですね。水着並みの魅力があります。